おはようございます、足尾です。鹿児島に出張する案件が入りましたので、今から新幹線で鹿児島に向かいたいと思います。ただいま大野城駅です。1番乗り場に8時53分発快速大牟田行きの到着です。危険ですから黄色い線の内側でお待ちください。閉まる側にご注意ください。久留米到着です。ここから新幹線に乗ります。下り9時42分発普通列車筑後吉井行きは2番乗り場です。鹿児島本線下り今久留米です。これから新幹線に乗って、鹿児島まで行きたいと思います。お待たせいたしました。12番乗り場に到着の列車は9時41分
車です。6号車14番 A 席。ですね、熊本を出発しました、そもそも桜号のグリーン車というのは、山陽筋では、非常にジャパンレールパスの、利用者が多くて、県が取りづらいということなので、新大阪に出張するときとか東京の方面に行くときはいつものぞみを使って、グリーン車を使っておりました。ところが九州新幹線側はやっぱり利用者が少ないということなので、私が久留米で乗った時点でも私以外にはお一人、それから今熊本でお一人降りられましたけれども、そこから二人目がお二人乗ってこられましたということで、都合今のところ私とお二人で現在は三人の利用ということです。九州新幹線の中ではグリーン車は非常に取りやすいというところだと思います。はい、鹿児島中央到着です。これ途中下車、はい、かしこまりました。それとこれいただけませんでしょうか。はい、かしこまりました。はい、
はい、はい、ありがとうございました。はい、鹿児島中央駅到着です。中学生の職業体験が行われているようで、対応していただきました。ありがとうございます。はい、鹿児島中央到着です。今から仕事先に向かいます。